裏が方総会母艦は、海上自衛隊の総会母艦の艦級。機雷不接艦機能を合わせ持つため、機雷戦母艦としての性格を有する。総会母艦、ハヤセと機雷不接艦、ソ谷の代替として、その双方の機能を兼ね備えた艦として建造された。ハヤセのペルシア湾派遣の経験を反映して、母艦機能の向上が図られたほか、新たに導入される、 航空総会具のドックからの投入、要襲に対応するなど、航空総会を行うためのヘリコプター支援機能も求められた。この結果としてかなり大型化し、最終的に当初計画よりやや小型化して5600トン型とされた。ものの、これでも 44MST と比して、排水量は倍増している。ネームシップの建造は、零産中規模の後半に当たる。 平成6年度計画において297億円で認可された。2番艦の建造も翌年度計画で認可された。設計面ではバルバスバウやステルス化された搭乗マストなど並行して計画されていた8900トン型輸送艦と共通した要素が多い。平ら艦艦艦型を採用しており、船体中央部から艦尾にかけての主船体内には中央部にはウェルデッキ、 両側には、キライコが、それぞれ、第2.3パ板の2層分の高さを持って、設けられており、線尾には、油圧で開閉する門扉を備えている。門扉のうち、中央にある大型のものが、航空装回具用で、下品自式とされている。一方、その両弦の小型のものがキライコに接続したもので、上品自式である。その上型のンパンは、飛行パンとされており、 メガヘルツマイナス 53E ヘリコプターの運用に対応するためかなり広い面積が確保されている。その前方に位置する上部構造物後部は航空装介具用整備格納庫とされている。ヘリコプター艦板とウェルデッキはエレベーターにより連絡しており、通常第1艦板の整備格納庫で整備を受けた航空装介具はエレベーターで格納庫に戻され、ここから1日、 要集を行うが、第1看板からでも、10日、要集を行える、要、後部下舷のクレーン力量は発ンとされている。なお、ステルス性に配慮した設計を行ったステルス艦で、あるが、主戦隊については、総海底への横付け補給を行う場合を考慮して、あえて傾斜は付されなかった。また横付け補給のため、第2看板レベルに、レセスが付され、 原門等の設備が設けられている。主機関も例ゴ LST と同じく、三井造船製4サイクル V 型12機等、中速ディーゼルエンジンである 12V42MA が搭載された。自衛用として、全甲板に62口径76ミリ、単装速射砲1門を有するものとされているが、一番艦の裏側、後日装備とされ、未だ装備されていないため、 射撃式装置2型なども装備していない。また、12.7mm 重機関銃 M2 が数値を装備されている。これは消火器の扱いで普段は武器庫に格納されており、小型船舶対象用として必要に応じて重火に装備する。本型は、股間での待機来船能力は備えていない。しかし、ヘリコプター用のマーク104音響を総海具とマーク105、 直送会具を搭載できることから、航空集団第111航空隊のメガ MHz-53E 搭載ヘリコプターと連携して、搭載作業を実施する。その後、2011年より、新型の MCH-101 搭載ヘリコプターの調達が開始された。こちらは、従来の航空送会具を搭載できないが、案。 アクス -24 にエクー機雷相当システムや航空機搭載レーザー機雷検知システムに対応しており、機雷相当に重点を置いた装備となっている。また機雷付設のため機雷付設装置3型を備えており、完備の小さいモントビラ4機にそれぞれ機雷付設機上3条を備えている。機雷搭載数は約230発とされている。なお、母艦機能の一環として、 司令部施設や水中処分員のための減圧室も有している。本型は充実した搭載能力や医療能力を含めた母艦機能を活かして海外への災害派遣にも活用されている。例えばキライコは温度、湿度等を一定に保つ機能があることから法人輸送等では居住区としても転用できる。また2015年9月には 西部方面衛生隊の野外手術システムを、浦賀の環状に展開しての共同訓練が行われ、運用の適合性が確認された。ロービジ塗装の、文語と従来塗装の、浦賀。ありがとうございます。